カリン・エンケは、ドイツ民主共和国出身の女子スピードスケート選手、フィギュアスケート選手。カリン・ブッシュ、カリン・カニア、カリン・エンケ・リヒターという名前でも試合に出場していた。1980年代の最も優れたスピードスケーターの一人である。ドレスデンに生まれ、SC ・アインハイト・ドレスデンというクラブに所属するフィギュアスケーターとしてそのキャリアをスタートさせた。 1976年と1977年の東ドイツフィギュアスケート選手権で共に3位、東ドイツ代表として1977年のヨーロッパフィギュアスケート選手権で9位となり、その後スピードスケートに転向した。早々と頭角を表し1980年のレークプラシットオリンピックでは500メートルで優勝した。その後あらゆる種目を支配し、全4種目で、 優勝候補と目されたサラエボオリンピックでは金メダル2個と銀メダル2個を獲得した。ワールドカップでは通算21勝しているが、総合優勝は1985から1986シーズンに1000メートルを制したのみである。世界記録は総合で3回、500メートルが1回、1000メートルが2回、1500メートルが3回。 3000メートルが1回の延べ10回更新した。1987から1988シーズン終了後に現役を引退した。1981年に結婚し、1981から1982シーズンはカリンブッシュの名前で戦った。この結婚は長続きせず、1982から1983 シーズンと翌シーズンは再びカリン・エンケに戻った。彼女を長く指導したトレーナーのルドルフ・カニアと1984年に再婚した後は引退までカリン・カニアとなった。引退後二度目の離婚と再婚を経てカリン・エンケ・リヒターとなった。混乱を避けるためエンケの姓を結婚後も名前の一部として使っていた。2010年1月3日。 ベルリン大学のスポーツ史研究者であるギゼルヘア、シュピッツァーは、オランダのテレビドキュメンタリー番組、アンデレ・ティダンで、エンケのドーピング疑惑を明かした。シュピッツァーの主張は、この番組の中で紹介された、シュタージの文書に基づく。デムアースット・オーベ・コント、ダスカリニ・エンケ・ズ・デン・オリンピチェン・シュピーラン・ズ・デン、オース・ジ・ウォルトン・アスリートン・ジャホート、ダイミット・アーヘブリカン・メンゲン・テスト・スタラン・ウント、 グレーシュスイジジェンジェガンスプリトセンホイエピテストスターン、アウフイーレウェトコンプフボーバーイートットワードン。ありがとうございます。